さあ、ということで、いや、首相がですね、はーいの言い方が一番最初はーいってやったらみんな真似しなきゃいけなくなっちゃってなんかすごく拳が効いてましたよね。なんで山さんやってなかったんです。みんな8000円払ってここに来てるんだっておかしいな。いや、これ見に来たんですよね。はーいってなるんじゃないの。はーいって見られないですか。人見たがってんだ。見たくねーよ。もう一回やってくれるやつなんです。もう一回ブチやれーもう椅子来てんじゃねーかおめえら座れや。もう一回俺からやる。なんでだよ。首相ちゃんとしろよせっかくキャラなりにやろうって朝整えたじゃん。台本変えてまでギリギリまでさ、どうする、面白い方で行く面白くないわ温度さ、いやいや、温まってるよ。温まってるね。みんな優しいから。いや、みんな見たい、見たいんじゃないの。みんなうわやらねえ進めよう。進めていいですか。進めましょう。その2人をゲストとしてお招きしておりますのでご登場いただきましょう。どうぞ。いや、これ何なんすか。なんでこんなことをやる羽目になったんですか。これ配給のイベントになってますよね。で、まあそれはいいでしょう、はい、お前やれよ。うちいや、ゲストはこっちが気使う形になってるじゃん。やりなさい、一応。やらねえよ固くなってんすよ、羽目に行こう。いつからあんな頑固な子になったの。そうだよ、そんな風に育った覚えはありません。この数人のコーナーに移りたいと思います。皆さん一応前の方にお越しいただいてもよろしいですか。はい、前の方ってどの辺ですか。そうです。あ、このあとさ、あの、すいません、所定のそれ言っちゃうとさ、みんな行かないといけない。石川さんこの辺ですか。一応みんなそう、だいぶ前の返しが聞こえないよ。まだですか。いや、そこが限界ですね。そこが限界で、ちなみに内山さん、チャンスです。あ、おい、あ、もうみんな忘れてたよ、もう今もう飽きだホラーじゃねえ。いや、もう意地でもやらないよ、この子は。このステージが生かされてよかったです。はい、よかったです。良かったです。せっかくだから、じゃあ前の方に出ていただいて、こっち前の方って何なんだ。どこですか。そう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 、この辺前の方って。そうですよね、前の方か。え、確かにね、難しい、前の方って。これはどこまで。はい、え、まだ前です。あ、いえ、そこまで前じゃなかったですね。うっちーさん、せっかくだ。やめろよ。あ、できますよ、石原さん。やらねえお前やりたいだけ。やりたいだけ。みんなでやったら。みんなでやらねえ。早く次行くんだよ。鈴木さん、はい、前の方じゃなかったですね。皆さん、番号がここに入ってます、ね。そこか。皆さん、たくさんステージを経験されています。立つ場所には番号が入ってます。その番号のところにお立ちいただきたいと思います。さあ、すでに石井さんのビデオレターでも触れていますが、続いてはこちらでございます。もう一度見たいあの名場面、東京合宿。さあ、それでは皆さんご着席ください。さあ、ということで先生、今席取られそうでした。イストリーゲームが始まりましたか、どっかで。イストリーゲーム、大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、ありました。はい、はい、木村さん、大阪、今日はイエローで揃えてきて。まあ、はい、ね、やっぱりね、はい、ね、たまたまですけど、これノー打ち合わせですからね。本当ですか。本当に本当に、黄色で揃えるっていうことなんですか。やっぱチームのなるべくカラーに近づけたいなっていう、はいはい、思ってたんで。我々もですよ、もちろん。そうです、まあ、そうですよね。ね、そうですよ。カラスのじゃないですか、これ。え、あ、それはそれ楽屋のテーブルの前に置いてあったやつじゃねえ。あれですよね、赤と黒でね、駒ってことですよね。そうそうそう、ね、赤と黒でね。そうそうそう、ね、あの子いい子だね。いい子だね、いい子だ。いい子だ。おう、え、君はどこの店員さん。違う違う、車用品店じゃないんですよ、マジで。我々しか俺んちいないんだよ。そうですね、まあ、ここもノー打ち合わせですけどね。ノー打ち合わせ、あ、そう、あれ黒いんだ。あ、紐が
そうなんです、僕は紐がちゃんと。お前もあったやつじゃないか。ボボア君取れやすいから気をつけて。まあまあまあ、オレンジとクロス、うちもポーズやってくれた。やってねえよ、取れやすいから。みんなどうしてもやられてる。散らかってるから、場が散らかっちゃってるから。ちょっと浮きがもう入っちゃったんで、おしまいで。